てなわけで、最終バス逃しました。やっぱ旅は何があるか分かんないからマジで楽しいです。すごい素敵だ。多分中国の方だと思うんですけど、はい、本当はこれから帰って、で明日篠八海っていうところに行く予定だったんですけど、なんかまあキャンセル急遽なってしまって、で今から竹さんと急遽熱海旅行に行ってまいります。危ないですから。気合いじゃん。ガチです。超急だけどこれから熱海行ってきます。行きましょう。行っちゃうよ。こういうとこあんまりケチりたくない。これ急遽行くとこでこんな全室オーシャンビューのリゾートホテル行きますか。行っちゃいます。こんなとこ急遽行きますか。どういうノリですか、竹さん。いや貧乏なんで。貧乏がやることじゃないです。本当に貧乏で。死にそうです。いや熱海ノリで到着です。現在10時半。10時半ですね。自分の荷物なんかもトートバッグ1個だけです。ふっかるめっちゃ軽い。楽しみましょう。楽しみましょう。ありがとうございます。今暗くて何も見えないけど、めちゃめちゃすごないですかこれ。伝わんないけど。それは伝わんない。また明日。部屋に着きました。イエーイ。オーシャンビュー。オーシャンビュー。そう、ここめっちゃもう波の音がもう聞こえる。まあ今ね夜だから皆様見えないと思いますけど、こちらオーシャンビューでございます。ちょっとねこの動画がちょっと済んだら朝になってると思いますので、その時に景色の方をお楽しみくださいませ。ではとりあえずお風呂入って今日は寝ます。おやすみなさい。おやすみです。では本日熱海2日目でございます。これからね芦ノ湖とか行って、あと芦ノ湖行って、あとのそのそこ山ちょっと登って、絶景みたいなのがあって、それをとかを取りに行っていきたいと思います。その前にご飯とか食べてね、まあせっかくなら美味しいものを食べていければなと思います。ありがとうございます。割れるか。はい、じゃあ今バスの中にいまして、これから熱海駅の方に向かっていきます。今初めてこのサーフィンプロのシネマチックモードっていうのを使ってみたんですけど、すごいボケがすごいですね。こういう風にすればたくさんに合うし、こういう風にすれば自分に合うし、いやめちゃくちゃ良い。これはもう一眼出さなくてもね、すごいシネマチックな感じが撮れるっていうのはめっちゃいいな。行ってきます。
ことにください。今は小田原の駅で芦ノ湖に向かうバス待ってるところです。ちょっとお待たせしてしまって、トイレに行ってたら置いていかれましたまあちょっとゆっくり待って、ゆっくり待って、あ、もう早速来ましたよ、なんと、あ、でも置かれちゃうか、このバスです、あ、このバス、はい、了解です。じゃあバス来たんで行ってきたいと思います。気をつけて行ってきます。あ、ありがとうございますまさかの違うバスに乗せられました。大涌谷にやってまいりましたなんでキアはね、こういうなんか大涌谷で、後ろには富士山がいらっしゃいます。ここでまあもう楽しんでやっちゃいましょう。はい、では今ざっくり大涌谷の方を楽しんできたんですけども、みんなね、なんかあの写真スポットみたいなのがあって、なんかこの、まあ、湯気、山の湯気を撮れる、ちゃんと撮れるみたいなところがあるんですけど、で富士山とか撮ってる人たちもいるんですよ。でそういうところはなんか結構そこもの写真スポットみたいなのがあって、で自分さっきなんかここ降りればいいんじゃないかっていうところがあって、ここにズドーンって出てくるんですよ。でここの茂みのところに行くと、結構ね、あの前ブックとかして誰も撮ろうとしてないんですけど、あのまあお写真ね、多分その辺に乗っけようかなって思ってるんですけど、結構いい感じ撮れるんですよ。ここに来てこういう富士山とかをね撮りたいって思ってたら、こことかに来る。ここはなんか駐車場のところの一番下の奥の方ですね。いい感じに撮れるんです。こういう風に今竹さんがやってるんですけど、こうやってなんか前ボケとかを使って、あってそれを富士山とか撮るのもめちゃくちゃいいと思います。ね、竹さん。です。では本日の撮影もこちらで終了です。本日はね、もう大優勝でございます。いやめちゃくちゃ良かったですね、竹さん。ありましょう。じゃあこれからもうあの閉門するんでね、リフトに乗って地上へ戻りたいと思います。てなわけで、最終バス逃しましたあ、声かけますね。ちょっと自分人生で2回目のヒッチハイクに成功いたしましたお願いします。歩いたらもう何時に帰れるかっていう思っていや、ほんと、いやこれを降りるってことだったんですよね。はい、いやもう命を助けられてありがとうございます。本当にいい写真撮れましたね。はい、とても撮れました、ね、良かったありがとう。いやもう今日すごい天気も良かったし、はい、最高でした。今ですね、こちらで最終バスを流してしまいまして、ヒッチハイクをいたしました。すごい親切な方々たちがね乗っけてくれて、もう山奥なんですけど、まあ、歩くとしたら1時間ちょっとぐらいかかる下るのに、でそこでまあたまたま待っててくれた人がいたんですけど、すいません、どうも本当にありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。どうでした、初のヒッチハイクはいかがでした。素敵な方に助けていただき、いやもう本当助かりましたよね1時間以上下るところを結局足の子ついちゃいました足の子ついちゃいましたねやっぱ旅は何があるか分かんないからマジで楽しいです。すごい素敵だ。多分中国の方だと思うんですけど、中国の方だと思うんですけど、はい、すごく親切な方で名前も聞かずにありがとうございます、はい、もう本当にありがとうございました確かにね、まあせめてあのいい温泉を紹介できたかなとは思うんで、いやもう楽しかったですけど、
いろいろありすぎ。ありすぎも本当に今日は。まあこれからじゃあ、ターミナル行ってね、小田原駅まで着けばもう本当に安心ですな。はい。じゃあ帰りましょう。とりあえず、はい、気をつけて帰りましょう。はい、では今ですね、箱根に無事着きまして、で今ロマンスカーで小田原まで行きます。ここまで見てくれた方々、ありがとうございます。この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。じゃあねー。